ザムベッカーリラのアドリア海飛行、フランチェスコ・ザムベッカーリは、イタリアの初期の気球開発者である、ボローニャに生まれた。パルマで学んだ後、スペイン海軍の士官となり艦隊勤務に就いた。宗教的な理由により1783年に、パリに逃れ、11月25日に行われた、モンゴルフィエ兄弟の熱気球による飛行を見た監修の一人となった。その後ロンドンに移り、 イタリア出身で、水素気球の飛行で有名になる、ヴィンチェンツオルナルディと親しくなり、1785年3月22日、ザムベッカーリも3000メートルを超える飛行を行った。また、ガス気球と熱気球を組み合わせるロジェ気球の開発者で、ドーバー海峡を横断に失敗し死亡したピラートルド、ロジェとも親しくなった。 1787年ロシアに移り、ロシア海軍に加わるが、乗っていた軍艦が乱破し、トルコ軍の捕虜となり2年以上トルコに抑留された。解放された後ボローニャに戻り、気球の開発と航空の技術に関する著述を行った。1803年にロジェ式の気球を開発し、パシュクアーレ・アンドレオリ、ガエタノグラセッティラと何度か飛行を行った。 1803年10月7日から8日には、ボーローニャのモンタニョーラからアドリア海を越える飛行を行い、イストリアの海岸線近くまで飛行した。1812年に3代目の気球での飛行時に、気球が燃え上がりサムベカーリは死亡した。ありがとうございます。